はい、どうもです、ドラフトのみでペナントを制してやっていきます。去年はね、なんとかね2位になる、2位じゃない、3位か、去年3位になれたんで、まあ、今年は優勝を狙っていくのがまたどうでしょうと私はそう思います。調子がいいタン君を使ってみよう。で、外野はじゃあショートに誰が入る、江藤をショートにして、で、DH に大平、ショート、1番をショート大平でいこう。浜口の対左は、地対左だけ極端に引くやつがいる、いないね別に。いやー、負けちゃった。まあ惜しいな、しょうがねえ、これはしょうがない。育成方針設定、これ結構上がるのかな、やっぱりこれっていまいち上がってるのか上がってないのか分からんけども、野手はいねえな、確かに。じゃあどうなる、なんとか勝ちたいな。1、今年こそ1、今年1、今年1狙ってこう。1、1、いける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 、まだ狙える。去年うちロッテと互角にやられたでしょ、そのロッテが1位ならうちもいける。今年これ優勝できるチャンスじゃない、結構団子だから、よ、1位から4位まで結構ぐちゃぐちゃになってるから、ドサグサに紛れて優勝狙おうと思ったら差がちょっとつき始めたな。なんとか3位行きたいね。ちょっと負け出したら1回止めよう。どうなってる今、この辺は変えれないよな。 3.9、 5.1、 ここだな。マミヤ変えて長谷部行こう。ここでルーキー抑え、今宮やってんの、なんか抑えてる、なんか抑えてるけど、なんか抑えてるから残しとこう。 0.42、 すごい。浅村セットアップは2人で、1割8分な。ミーとビーナーだよこいつ、なんで1割、ミーとビー、阿部ひもって1割で、よう分からんわ。2割、馬場調子悪いね。馬場1回落とすか、有本も1回落としてもいいね。これソガを落とすでしょ、いや有本そのままいこう。なんとか頼む、4位じゃダメなんです、無理だ、もう無理だ、これ多分3位は無理でしょう。結構差ついたな、6ゲーム差か。いや、まだいける、だんだん縮まってきてる、ロッテが落ちてきてる。よーし、3位、いいぞいいぞいいぞ。ああ、ちょっと待って、何連敗したんだ、疲労がえぐいな。2割5分42、2割6分12、ここちょっと疲労考えて、ワワーサイ今年で増えする可能性あるから、ちょっと有本を DH にしよう。2割2分な、2割4分、2割6分、1割5分、3割3分1を打ってる、出してみよう。吉田くん2割7分打ってます、2割9分、
4割8分、2割6分。一回外そうか、これ。2割1分8本。ちょっとタンも使ってみよう。5連敗中だからな。ちょっと流れを変えてみようか。よし、勝った。これキャッチャーリードはもしかして強いかもしれないな。そうでもないな。結構負けてるな。そうでもなかった。あんまり関係ない、あんまり関係、あんまり勝ててないね。あくっそ、ゲーム差ついた。もういい。もう早送りだ。ソフトバンクと西武がくっそ接戦だな。 0.00 って最終試合で決まったのか。すごっ。惜しかったな。ソフトバンクもあと1勝したら優勝だったな。うちは4位です。あ、防御率いいね。先発の防御率うち1位じゃん。中継ぎは最下位だけど。打撃も2位か。なんで投手2位で打撃2位でうち4位なの。なんでだ。 OPS で4位か。打率は高かったけど長打が少なかったのかな。おお、飽きた。最優秀防御率。いやー、なんだこいつ。 1.09。 もうちょっとで0点台じゃん。アビントン、あ、吉田がライオンズに来てる。セーブ打線やば。セーブ打線えぐいんだけど。 OPS10 決に1、2、3、4、5人半分セーブ、半分セーブで、ソフトバンク3人で、ロッテとハムが1人ずつ。オリックスは11でも11、12がうちだからね。タイトル見ようか。そういえばタイトルずっと見なかったね。タイトル見てよ。 MVP アビントン、新人王か。新人王取れてるか。おめでとう。首位打者アビントン、本塁打を新た、打点を新た、盗塁を西川75個。75個、盗塁75個もしてんのこいつ。もしかして西川毎年やばいんじゃない。西川が毎年えぐいほど盗塁してんだけど。52個39、60個、57個、60個、68盗塁、53盗塁、47盗塁、75盗塁。西川の盗塁えぐ。なんだこいつは。脇田が最初防御率。うちってタイトル結構取れてたのかな。全然取れてないのかな。新人王は取ったりしてるんだ。アナンが首位打者1回取ってるね。で C の新人王、アナンが最短だ。大村が最多セーブも取ってる。最初防御率は来た。今年はでもちょいちょい、やっぱちょいちょい出てんだな、タイトルが。加賀月間 MVP 取ってる。脇田も取ってる。ベスト9。アナンがファースト。堀切がサード。DH 江藤だ。やったぜ。堀切が、朝山がガイアル取れてる。この辺も見ていこうか。来年からちゃんと。一番勝ってるのは加賀。13勝。でもこれは新人王でしょ。13勝で。4点台だけど。浅村が1点台。真中も1点台。マナカなかなか優秀だけど、もうちょいイニング投げてほしいね。お、内野手はみんな来ていってな。内野手というか、まあ浅山外野だけど。ババ微妙だな。ババって FA するやつだよね。この成績で FA しないでしょ、さすがに。もうちょっと活躍してからするでしょ。ソガはなぁ、こいつミート B やって、阿部ひもってんのに2割3分なんだよな。わからん、ほんとに。ようわからんわ、プロスピは。なんでこんな、もう10年間やったんだ。
10年間やってもまだ勝てません。あー FA しちゃったこの2人が。中日やばいな。山本由伸えぐいよなこれ。なんだこの球種。カットボール、スプリット、ドロップカーブ、高速スライダーもあるし、シュートもあるし、157キロあるし、投げるし。山本の通算成績後で見たよね。めっちゃ気になるな。えぐそう。FA は誰かすんのかな。複数ね。これ出てく気すんな。だからね、こいつに金払うでしょ。3年10億の契約です。ただ金はの余ってるから、ここで絶対使った方がいい。こいつまだ複数の契約切れてないもんね。有本は FM だと2年、まだいい。前山は FA 権持ってるけども、まあ、最悪こいつは出てかれてもいいんで。野呂くんあと2年、浅間があと3年、柳沢あと3年、石山があと1年。でも微妙だしね。こいつはまあいいでしょう。でもなかなかこいつも能力上がってきたね。でも30だからもうそろそろ劣れるんだよね。へえ、こいつ流し打ちがうまいんだな。流し打ちほとんど引っ張らない。こういうやつとか見たら流し打ちとかつけたら強くなったりするのかな。そういうのもあるのかな。年齢じゃなくて年数で相当したんだけど、これか、これか、違う、これか、これでこう、じゃあこう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 。 FA 権持ってるとかそれとかそんなのないの。 FA 権持ってるとかで相当したいけど無理か、ないのか。年数で相当するしかないね。2年、あと1年高橋。でも6点台だしね。あと3年。でもね、選手もちょっと人いっぱいいるんだよね今。何人いんの表示されるか。あ、でも別にここで首切らなくてもいいか。別にいつ首切ってもいいからあれか。巨人の縦岡、立岡総一郎、生え抜きだからな一応。疲労か、打撃コーチ。阪神タイガース、島田打撃コーチ。海外スカウト中田翔、なんで打撃コーチにしろよ。監督岡本、投手コーチクリアレン。翔さんが海外スカウトになっちゃった。65人か今うち。5人取れるって考えたらちょっと首切っていいかもしれないね。年齢で首切っていこう。浅間、30歳だもんね。朝倉30歳、これはもういい。首で乗ろうね。142登板してるけど6点台ね。やっぱ30がやっぱり来てんだよな。浅間はそこまで去年確か良かった気がするんだよね。柳沢、正直微妙だな。羽鳥、羽鳥じゃない、
ハタリはもうそんな確か26歳か。浅間をどうするかだな。思い切って首切ってもいいね。柳さんを首切ろう。田原も行ってもいいかもしれない。もう正直きついでしょう。この辺もまだまだだな。もう来年ぐらいになったらきついよ。君たちも首覚悟しといてね。首をされるっていうのも追用なのこいつ。投手は即戦力取ったら成長できる、使えるっていうのは分かった。問題は野手なんだよな。セリザはいいね。おお強い。野手で20丸ってあんまりいないんだよな。最後セリザは行くか。行こうか。よし、単独。なんとか投手残ってないから20丸。お、残ってた。投手は2巡目でいいね。20丸も残ってる可能性もある。市村残った。さすがに残ってないよね。キャッチャー取ってもいいね。最後まだ残ってるなら取ろう。笠松もまだ残ってる。笠松高卒。終わろう。4人取りました。ドラフト1位の芹沢、高卒でこれは強いな。しかも高弾道だし、三振がついてるけど三振は消そう。しかも外野を守れるし、なかなかいい選手ですね。そしてドラフト2位市村、まあまあまあ強いでしょ。普通にスライダーエグ、高速スライダーと普通のスライダーを2種類使い分ける。そして S カーブ、なんだ S カーブって。スーパーカーブかな。 S カーブって何。スペシャルカーブ、スピードカーブ、 S カーブって何なんだ。で笠松、最後パワー型、パワーヒッター持ってる。いいね、弾道がパワーヒッター。じゃあ帰国選手行こう。FA 交渉、山本由伸どこ行くんだろうね。あ、ババア FA してるじゃん。おい、FA 教えてくれや、FA してるなら。ババアやっぱ FA したのか。やっぱりババア FA していたわ。あ、セーブか。よし、A ランクだから。よし、金銭くれ。
うちは縛りで取れないから。何これ、プロテクトされてるってことね。金銭しか取れないんですけども、一応見とくだけ見とこう。くれよこれ。小笠原慎之介あぶれてんだけど、欲しい。ね、源田いるじゃん、菊池もいるじゃん。どこで使う気なんだ、ババトって。まあ金銭もらうけど。いや、ババはやっぱ FA したのか、全く気づかなかったけど。2億払っても FA したか、あいつ。俺あいつの連邦上げたんだけどね、2億に。それでも FA しやがったの。援護率アップつけてみよう。ああ、代打で3人しかいないのか。逃げ玉、存在感取ったら威圧感取ろうか。威圧感、こいつも中継ぎだよね。中継ぎはもうみんな存在感つけようかな。ストレート系上げてるね。ストレートを鍛えてもらおう、駆動には。いや、もういい、存在感つけてくれ君を。コントロールまだ上げないといけないよな。持ち上げてくれ。正規はもうこれでいい。得の覚えを。援護率アップ。じゃあ牽制アップはいらない。リリースとかつけてみようか。リリース一発消そう。こいつは、こいつの主のストレートはツーシームなんだ。じゃあリリースとかつけてみようか。高橋と中継ぎもやってみようかな。今日中継ぎ適正あげよう。田原中継ぎ、沼倉、キャッチャーは全員とりあえずリードから。こいつリード A になった。リード A の上って S かな。じゃあ沼倉は違う。沼倉はキャッチャーだけど、こいつは打撃特化させるから、意外性、こいつがリード、保守リード。お、保守リード上がりやすい。これ上がりやすいやつと上がりにくいやつって何なんだろうな。ショートがいなくなったんだよね。まあいいでしょう。逆境、初球、こいつがレギュラーになってくるよな絶対。足あるしチャンスええか。選球眼アップ、片目打ちとかつけようか。こいつでもどちらかというとセンターあげようか。いや、もう守備はいいや。チャンスアップ。人には得意な練習と苦手な練習があるのかな。じゃあ全員チャンスアップ上がるのか。こいつはミート本当に上げてほしい。頑張って。全然上がんないからなミート。こいつら本当にミート上がんないな。ライターでできるようになった。じゃあ得のチャンス。レフト持ちともらって、こいつもセンター持ちともらってほしい。こいつはとりあえず三振消そうか。期待してるからな、こいつには。
パワー、まあ、ファーストサードやるんだったらパワーないとな。こいつもそうだよな。こいつは本当にどうしたもんかな。流し打ち、こいつプルヒッター覚えさせてほしいな。おもろそう。こいつは右方向の打球が多いから流し打ちって覚えさそう。こいつは広角に打ち分けてるね。さすが広角打法。阿部消えちゃうからな。逆境でも。こいつは伸び悩んでるな。2年目のジンクス。肩だけクソ上がってんだけど。スローイング上げてくれ、スローイングを。あとめっちゃ流してるやついなかったっけ。こいつは左打ちだから引っ張ってるよな。こいつは引っ張り、こいつも引っ張ってる。こいつめちゃくちゃ引っ張るな。こいつね、結構流しタイプだな。能力がぐんぐん上がってくよ。キャンプもっといいとこ行きたいね。金はあるんだ。監督変えたいんだけど。いつまで監督やってんだお前は。でキャラを一個こう毎回変えないといけない作業。セットアッパーは駆動でいっか。マナカ抑えてんだから入ってきてほしいよね。先発はなかなか揃ってきたな。先発のやつに中継ぎやらせてもいいけどね。中継ぎつけて結構もったいないかもしんないしね、先発。アナンをファーストにして、ショートでサード、これでいいのか。こいつ強いのか。久保木入ってるけど、これ絶好調だから入ってんのかな。まあ使ってみるか。みんなチャンス選んだよね。うち朝山、アナン、有本、江藤、堀切、これでいこう。石山、久保木、朝山、前川、曽川。久保木を使ってみようか。練習設定でちょっと中継ぎ増やそうか。うちだいぶ先発が多い気がする。先発しかできないやつ結構多いよな。こいつだから中継ぎとかやったらもうちょっと。23歳まだ若いね。24歳まだ若い。こいつはちょっと中継ぎも、先発しかできないやつに中継ぎ適性も上げていかないとな。もったいないよね、2軍にいるのが。まあ今日はここで終わります。それじゃあ見てください。さあ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 。